新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言でネットカフェが休業対象となりそこで寝泊まりしていたいわゆるネットカフェ難民が行き場を失っている行政側は宿泊施設を無償提供するなどの支援に乗り出すがそもそも実態をつかみきれていない現状も浮かび関係者は危機感を募らせている21日正午福岡市博多区の美濃島公園 NPO 法人美之島恵の家が週1回開く炊き出しに約40人の路上生活者ホームレスが列を作ったネットカフェ難民だという50代男性も並んでいたこの日のメニューはハムカツやフライドポテトが入った手作り弁当に菓子パンとバナナ男性は3日間何も食べていないとありがたそうに受け取ったこれからどうして生きていけばよいのか ネットカフェが軒並み休業した今月中旬以降男性は市内で路上生活を余儀なくされている日中はハローワークで仕事を探しその後は市内の公園を回って時間を潰す入浴は週に一度ネットカフェで知り合った知人宅で住ませている寝床は雨風が防げる高架橋の下や地下鉄入り口の階段体中が痛いし寒くてよく眠れない 疲れたた様子だった福岡県内出身で高校卒業後はブライダル会社で正社員として働いていた30歳で離婚して妻娘2人と別れ市内のレジャー用品販売会社に転職。 1>, 1年しか続かず、その後は原発や建設現場の作業員として全国を転々とした2012年頃から市内で派遣の仕事に就き、その頃からネットカフェで寝泊まりする生活を続けてきた、月に17万円ほどは稼いでいたが、新型コロナの影響で2月以降は仕事が激減した。この日 所持金はわずか30円。これからどうして生きていけば良いのかと深いため息をついた生活保護を申請すればネットカフェ難民は東京都だけで約4,000人といわれる担当者はあくまで推計値で実数は不明福岡市も休業要請前に市内の店舗に宿泊客の状況を聞いたが店側からは数人程度との回答だった 実態はよくわからないといとう東京都や大阪府神奈川県はビジネスホテルや民泊のマンションを借り上げて無償・優償で提供したり公共施設を無料開放したりするなどの支援策に乗り出す福岡県も公共施設を1泊1700円で提供福岡市は自立支援施設への入居案内している